はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルですというところで今回、ビファレ長崎の今節ライバルの対戦カード確認というところでやっていきましょう。よろしくお願いいたしますというところで、さあビファレ長崎というか、まあ、J2 自体が残り、3試合となりました。今回他会場の、まあ、状況、まあ、他クラブの状況、残り対戦カード等を、皆さんと一緒に見ていきましょうというところでよろしくお願いいたしますというところですね。まあもう早速今回やっていきましょうかね。まずこちらというところで順位表から見ていきます。まあこれが J2 の順位表というところ、まあ首位横浜 FC、ね、2位清水、ここは今節の結果次第では、昇格が決まるというところには、なってきます。で3位長崎勝ち点66、ここはまあ3位をまず長崎は最低限確保することができるかどうかで、残り3試合、まあ、清水横浜吉の結果次第で厳しい状況ではあるんだけども、最後まで昇格というところを、まあ、目指して頑張ってほしいというところですね。で4位11番、ここからだから団子状態でね、7位の山形との差が1ポイントなので、今節終わった時点でどっかしらが、ね、入れ替わる可能性もゼロではないと、まあ、この辺がだからライバルクラブたちにはなってきますので、今回この辺のクラブの、対戦カード確認等をやっていきますので、まず早速やっていきましょう。こちらこれらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄から。横浜 FC 岡山というところで、まあ、横浜 FC も長崎から見たらライバルというかね、まあ、ギリギリ超えれるかどうかっていうクラブにはなってきます。勝ち点74-1、そしてファジアの岡山、こちらがどちらかというとね、もしかしたらプレーオフで当たるかもしれんっていうクラブ、現実的にはこことも1回、ゲームがあるかもしれんっていうクラブにはなってきます。岡山現在勝ち点58の5位というところ、横浜 FC 直近5試合は2勝2分けの1敗、前回敗れてます。で岡山は、3勝1分けの1敗というところでね、前回いわきに勝利、まあね、プレーオフ争いのライバルのいわきに直接勝つというとこなんでね。でただ横浜市が前回仙台に敗れて連続無敗が止まりました。岡山からしたらこのタイミングで横浜市とやれるのは、まあ、ある意味でね、まあラッキーというかね、ちょっと横浜市も、まあ、プレッシャーがあるのかなという感じがしますんで、まあこの試合どういう風になるか。で、岡山の残りの対戦カードは横浜 FC、藤枝、鹿児島というとこなんで、まあ、優勝昇格がかかる横浜 FC と、まあ、特にこう優勝もなければプレーオフ圏外、もうプレーオフも難しいというか可能性がない、そして残留も決まってる、来季に向けた目標を定めづらい藤枝、これはちょっと岡山からしたらやりやすい相手なのかなという感じが、いたします。で、最後は鹿児島ですね。まあちょっとね、もしかしたら今節の結果次第では、降格が決まるかもしれません。鹿児島というとこなので、まあ、11月10日の時点で鹿児島の降格が決まっていれば、岡山からしたら、まあ、やりやすい相手になるかというとこにはなってきます。まあ、横浜 FC はもちろん首位ではあるんですけども、藤枝、鹿児島は順位的には2桁順位、まあ、真ん中よりも下とか、まあ、降格圏にいるクラブなんで、岡山からしたら、まあ、勝ち点3が計算できる、ラスト2試合にはなっていくというとこですね。で、こちら。愛媛仙台というところですね。今回愛媛仙台は愛媛戦というところで、愛媛は現在勝ち点39の、16位、後半大失速となってしまいましたね。で仙台は勝ち点58の6位というのは現状にはなってきます。で仙台は直近5試合は2勝1分けの2敗と、まあ連勝はないけども、でも前回横浜 FC に、3対0で勝ってというところで、仙台国会他でもね、そのさっき言った後半戦、絶不調の愛媛、そして、まあ最近調子を上げてるけど、順位的には低いロアッソで、同じく残留争い中の大分というところにはなってきますんで、下位クラブとの対戦が比較的、まあ、愛媛、大分に関しては勝ち点3が、計算できる、ロアッソも、まあ、ちょっと今、ね、連勝止まったと2試合勝ちがない状態ではありますんで、ちょっとね、小休憩中の、ロアッソにはなってきますんで、この3試合は仙台は割とこう勝ち点が計算できる状態であると思いますんで、まあ、正直仙台は残り対戦カード的にはプレーオフ圏内は入れるんじゃないかっていうところ、まあ、勝ち点がある程度計算できる相手のゲームというところにはなってきますね。まあまだまだ本当ね、最後下位クラブの意地があるかどうかと
いうとこでしょうし、まあ大分が最終節までに残留を決めていなかったら大分からしてもね、今試合勝たないと、残留がとかあるかもしれません。そうなればちょっと最終戦の意味合いが変わってきますんで、仙台からしたら大分なんとかね、最終節までに残留を、決めておいておくよというとこでしょう。でこちらで山形熊本にはなってきます。山形はね、現在6連勝中、一番今やりたくない相手にはなってきますが、しかし7位とまだプロフ圏内に入ることができておりません。前回はね、プロフ圏内のクラブが全部勝つみたいなところもあったんで、まあ、山形からしたらね、来たと、これでプロフ圏内だと思ったら上が全部勝つというとこで、正直今山形と一番やりたくないかなっていうとこでしょ。長崎のサポーターとか多分プロフ圏内にいるクラブからしたら山形とやりたくないなっていうところでしょうかね。でビファーレン長崎は現在3位なので、山形が6位に入ってくれば初戦が山形戦、やりたくねえなっていうね、このね一球の差にはなってきますんで、まあ、直近5試合も、5勝負けなし、実際6連勝にはなってきますけどもね。まあ全試合で複数得点決めて、失点数も無失点は最小失点というところにはなってきますんで、まあモンティドゥ山形最後まくってくるんじゃなかろうかっていうところにはなってきます。さあ今回対戦相手はロアッソ、まあ連勝が止まってるねロアッソにはなってきますんで、この試合も山形からしたら勝ち点がある程度計算できるんじゃないかで、こっからまあ残留決まってて来季目標がない、水戸選手、来季向けた、まあ今季目標がない水戸にはなってきます。まあ、もちろんあるんだろうけどもね、あるんだろうけども、まあ、山形のプレーオフとかね、他のクラブの残留とか優勝みたいな、まあ、そう分かりやすい目標がない水戸とのゲームなんで、そこは山形やりやすさがあるのかなという感じがします。ただ最終節がジェフ千葉戦なんでね、もう勝った方がっていうところがもしかしたら、あるかもしれません。まあジェフ千葉がね最終節なんで、まあ、山形からしたらその手前の2試合を、どんだけ取りこぼさず勝ちを継続することができるかどうかといったとこでしょうかね。まあ、山形はこの期間絶好調なんでね、まあ、どこのクラブも山形とやりたくないんじゃなかろうかといったとこでしょう。でこちらで、まあ、今節の結果次第ではプロフ圏外が決まる、プロフ進出がなくなってしまういわきというところ、本当ここは耐え時の状態にはなっておりますね。現在勝ち点51、8位という数字ですね。で今回対戦相手の水戸が勝ち点41、15、いわきとしても水戸が対戦相手なので、順位的にはね、まあ、ある程度勝ち点が計算できる。しかしね、水戸はちょっとね、不気味というか、こういう試合でなんか強さを発揮する可能性があるし、で逆にいわきは勝っても他クラブの結果次第ではもう可能性がなくなるみたいな、他力本願も影響しますんで、まずは勝ち点3を、取ることができるかどうかというとこでしょう。直近5試合いわきは1勝2分けの2敗というところで、3試合勝ちがない状態にはなっております。まあ残留争い中の栃木に勝つことができずで、10位かな、にいる藤田にも勝つことができるというところなんで、まあ、自分たちよりも順位が低いクラブ相手に勝つことができていないというのがいわきの現状に、なってきますね。で前回岡山に敗れたといういわきの現状です。で次こちらですね。ほんで今回最後、藤枝、ジェフ千葉ですね。藤枝12でしたね。ちょうど出てきましたね。藤枝だけで勝ち点46、12。そしてジェフ千葉、今季初の4連勝。意外と4連勝がね、初めてね、どっかで4連勝してそうな感じもね、しましたけども、ただジェフ千葉、得失点差で有利ですよね。他のプレーオフ圏内のクラブと違って、まあジェフ千葉はちょっとこの得失点差で有利な、部分もあります。まあやっぱ今年はね、なんか7点とか8点とか、なんかそんぐらい取って勝ったゲームが何回かありましたんで、そこで得失点差を稼いだっちゅうの今ねに繋がってるのか、あそこでね何試合か千葉ロッテマリーンズみたいなね結果残したねジェフ千葉にはなりますんで、まあそこで得失点差稼いだのが今に繋がっているというか、今のまあ有利な状況になってんのかなっちゅう感じもしますが、ただジェフ千葉こっから対戦相手厳しいですね。まあ藤枝には勝たないとっちゅうところはあるかもしれません。その後が長崎山形っちゅうとことのゲームなんで、まあジェフ千葉からしたらプロフ圏内に最後入るためには3位の長崎、自分たちよりも上にいる長崎と、あとは今絶好調状態の、モンティド山形ですね。まあこの2クラブとの対戦が残ってる、まあ最後の山形戦なんかね、本当今年の命運
期数、まあ、最後プレーオフ圏内に入ることができるかどうか、 J1 への道を残すことができるかどうかみたいな重要なゲームになるのはこれ間違いないんでね。まあジェフ千葉からしたらここまで最後4連勝で今上がってきてますけども、残り2試合がね、どのクラブよりも難しい相手のゲームが残ってというところで、さあ最後どうなるかといったところでしょうね。はい、というところで今回以上です。以上パルブンテジェルサッカーチャンネルでございました。よかったチャンネル登録します。